平た忠彦は、福島県南相馬市出身の元オートバイ、ロードレースライダーである。端正な要望、ダイナミックかつ緻密なライディング、人気と実力を兼ね備えたライダーであり、1980年代の国内ヤマハワークスで AS の地位を得た。しかしスターにありがちな派手な言動は、全くなく、穏やかな人柄で男女問わず多くのファンを獲得した。速さは、 もちろんのこと、卓越したマシン開発能力があり、ロードレース世界選手権に優れたマシンを供給し、ヤマハのタイトル獲得に貢献した。父と兄の影響で幼い頃より、オートバイに興味を持ち、19歳よりレーサーとしての活動を始める。1970年代末に頭角を現し、1980年に、 全日本ロードレース選手権国際 a 級3 5 0 c c クラスでチャンピオンを獲得。最高峰である 500cc クラスにステップアップし、1983年にヤマハとワークスライダー契約を結ぶと、1983年から1985年まで3年連続、全日本チャンピオンを獲得した。1985年7月に、キングケニーこと、 ケニー・ロバーツとコンビを組んで、鈴鹿8時間耐久レースに出場。その話題性と、スタート失敗から追い上げトップを走行しながら、残り30分でリタイアという劇的な結末は、鈴鹿8体の歴史に残る名シーンとなった。国内最速の地位を築く一方、1984年より、気を見て海外レースへのスポット参戦を始める。 1986年と1987年は、マールボロヤマハより、ロードレース世界選手権に、フル参戦し、初年度は 250cc クラスで一勝。1987年は 500cc クラスで、表彰台一回を獲得した。その後、引退した川崎博之から、ヤマハの開発ライダーとしての役割を引き継ぎ徐々に、レース参戦の機会を減らしていったが、 地元の日本 GP では1988年と1989年に2年連続ポールポジションを獲得。1990年の鈴鹿八代では、エディ・ローソンとのコンビで念願の優勝を果たした。1991年は久々に全日本 500cc クラスにフル参戦し、1992年に35歳で現役を引退した。引退後は、 静岡県浜松市中区でオートバイショップ、タイラレーシングを経営しつつ、ライディングスクールやツーリングイベント、講演会などでオートバイの魅力を伝える普及活動に取り組んでいる。2008年よりヤマハレーシングのチーム監督に就任。2010年はチームマネージャーという肩書きではあるが、実質的なチーム監督として全日本ロードレース選手権の j s b 1クラスに、 YSP レーシングチーム WithTRC、タイラレーシングの2チームを率いて参戦し、チーム運営にも関わっていた。なお、長男の平達彦は、陸上競技の選手で、2011年のインターハイで優勝するなどの活躍をしている。1984年型ユーザー500、1986年型ユーザー250票は、 国内ロードレースの夏の風物詩である鈴鹿8時間耐久レースで悲運に見舞われ続け、ホンダのワインガードナーと共に当時の8体人気の立役者となった。平は無名のプライベーター時代の1980年にチーム吉本からホンダ CB750E で三原つぐあつとペアを組んで鈴鹿8体に初出場を果たした。 結果はトップから50周遅れの39位であった。その後、ヤマハワークス入りを果たし、2ストロークのレース専用マシンをメインとするレースに参戦。ヤマハが鈴鹿8体へワークス参戦していなかったこともあり、この時期に鈴鹿8体に参戦することはなかった。テック21カラーの1985年型 FZR7501985 年。 ヤマハは本格的な4ストローク4気筒 750cc、市販バイクである FZ750 を発表し、そのプロモーションの一環として市販車を改造した TT 階1クラスのマシンで行われる鈴鹿8台へ順ワークス体制による参戦を決定した。ヤマハワークスのエースライダーである平野パートナーには、ロードレース世界選手権 500cc クラスで3年。 連続世界チャンピオンに輝いた後レースから引退していたケニー・ロバーツが招平された。FZ750 をレース用に改造した FZR750 は平らを CM モデルに起用した資生堂テック21のシンボルカラーである淡い紫色に塗られた。ロバーツと平らのペアは優勝候補とされ予選ではロバーツがポールポジションを獲得した。 決勝レースではスタートこそで遅れたものの、レース半ばにはすべてのマシンを周回遅れにする圧倒的な速さで首位を独走したが、レース終了まで30分を残した平野、ライディング中、FZR750 のエンジンが突然停止。グランドスタンド前のピットボールにマシンを止めてリタイアした。 翌1986年、ヤマハはベース車の変更に伴いマシン名をユースフ750と解消。タイラはフランス人 GP ライダーのクリスチャンサロンとペアを組むが、互いの通常使用するシフトパターンの違いやライディングスタイルの違いに起因するポジションの相違に苦しみ、強さを発揮しきれないまま、再びマシントラブルでリタイアに終わった。 1987年、タイラは、8体直前のフランス GP で、大怪我を負い、8体出走を断念。テック21チームの監督として8体に参戦したが、皮肉にもタイラが走らなかったこの年、ケビン・マギーとタイラの代役として参戦したマーチン、ウィマーのペアが改装し、トップの吉村が残り5分で転倒するという、アクシデントもあって、 テック21チームは劇的な逆転優勝を飾った。この勝利は、ヤマハの鈴鹿8体での初勝利でもあった。1988年は、当時無名に近かったマイケル・ドゥーハンとペアを組むが、平らのライディングで3位を走行中、レース終了10分前にエンジントラブルで3度目の、リタイア。この年、ヤマハワークスは3台出走して1台が、優勝、もう1台も、 上位入賞を果たしており、平らのマシンだけがリタイアとなってしまった。1989年は、ロバーツの秘蔵っ子であった、新進気鋭のアメリカ人、GP ライダージョン・コシンスキーとペアを組むが、5時間過ぎに、またしてもマシントラブルで4度目のリタイアに終わった。自身が出走した過去4回は、すべてマシントラブルによるリタイア。この時期、 レース参戦よりもマシン開発業務が主体となっていた平良にとって、鈴鹿8体は実戦に参戦する数少ない機会であり、鈴鹿8体制覇はそんな平良に残された悲願となっていた。1990年の8体予選での走り1990年、ヤマハは8体での平良のパートナーとして、シーズン序盤の怪我により WGP500、 CC クラスのチャンピオン獲得の望みが立たれたヤマハのエースライダーエディ・ローソンを起用した。最強のスケットを得たこの年がタイラにとって念願の8体制覇を成し遂げる大きなチャンスだった。ローソンはグランプリシーズンのハードスケジュールと負傷を押しての参戦にもかかわらず全力の走りで後続との差を広げタイラも見事な走りでそれに応えた。そして ワークス参戦開始から6年目にして、平は悲願の8体優勝を果たし、この優勝を最後にワークスライダーとしての8体参戦を終えた。レース終了後、平の優勝を待ち焦がれていた鈴鹿サーキットを埋め尽くすレースファンから発生した平コールの大合唱は、しばらくなりやむことがなかった。5年後の1995年、すでに現役を引退していた平は、 8体限定で復帰。自らが主催するタイラレーシングからプライベーターとして TRX850 でエントリー、ペアライダーには二輪ジャーナリストの根本健を迎えた。この年はマシンの熟成不足と二気筒エンジンの馬力不足に終始泣かされ、予選では決勝進出ラインの60位までに入れず、主催者推薦枠で出走した決勝でもトラブルに見舞われ。 最後まで走り切ったものの、規定周回数不足で乾燥扱いとはならなかった。翌1996年は、マールボロのサポートを受け、ペアライダーに、ちょうど10年前にもペアを組んだ元 GP ライダーの、クリスチャンサロンを迎えて、予選を自力で突破し、決勝でも安定した走りを披露して、乾燥を果たした。二千八年の鈴鹿八体には、ヤマハレーシングより中、中塚勝行、 佐藤博士ペアのスーパーアバイザーとして、八大の現場に復帰、若手のペアを支え、5位入賞に貢献した。平良は、生来の端正な顔立ちに加えて、レースでの実績や知名度から、日本のレース関係者の中でも、一般メディアに取り上げられる機会が多い人物の一人である。百八十二年、角川映画、汚れた英雄で、草刈正を演じる、主人公、 北野明夫のレースシーンのスタントを務めた。この当時はまだ若手で、所属していた名門レーシングチーム、スポーツライダーの野口種春の下で、下積み生活をしていた。1981年の全日本チャンピオンで、ヤマハのワークスライダー木下恵氏が主人公の、スタント役を務める計画案だったが、長身で彫りの深い平らの風貌が草刈りによく、似ていたことから角か川か春樹に、 スタント役へ大抜擢された。木下は自身をもとにキャラクター設定されたライバルの大きい啓のスタント役を務めた。1980年代後半は資生堂の男性用化粧品テック21のイメージキャラクターとなる。自分は一等賞が好きです、男をチューンナップしな、男たちへアクセル、スポーツする男たちへなどのコピーとともにテレビ、 雑誌などの様々なメディアに登場した。WGP500cc クラスや鈴鹿8体ではマシンに21番のゼッケンをつけて走り、日本 GP では8体と同じテック21カラーのスペシャルカラーリングを使用した。ヤマハのミニコンポ、エッジのイメージキャラクターを務めた。1988年に劇場を公開された。 ロードレース世界選手権や鈴鹿8時間耐久レースのドキュメンタリー映画トップドッグに出演している。資生堂が提供する日本テレビ系トーク番組おしゃれ30.30 30にゲスト出演した際にはダンディなスーツ姿で登場し MC の古立一郎から銀座の一流ホストのようと褒められた。2004年には NHK 教育テレビの趣味悠々 中高年のための楽々ツーリング入門に出演、俳優の布施広志らにオートバイを安全かつ楽しく乗るための技術を伝える講師を務めた。2011年には故郷南相馬市が東日本大震災で甚大な被害を被った。翌2012年に南相馬市の震災故事を支援する活動として自身の現役時代の写真やメッセージムービーを収録した iPhone。 iPad、iPod 用アプリ、平忠彦シンパシー4南蕎マの制作に協力した。平レプリカ平は映画、汚れた英雄の頃から赤、黒、白のヤマハワークスカラーを大胆に配色したデザインのヘルメットを着用していた。平は、そのデザインについて、自分の好きな配色で、アマスーパーバイク選手権のライダーのデザインを参考にして、 アライヘルメットへ依頼したと述べている人気、実力ともに急成長を遂げるとともに、アライからは平らのデザインを模した平レプリカが販売され、ヤマハ系のライダーを中心に爆発的ヒットを飛ばす。デザインは年代により膨体の変更などのため多少、変化した。1984年までは汚れた英雄と同様のデザインであったが、1985年に、 自家のあたりのデザインを変更。1987年は所属チームのマールボロのロゴマークの幅に合わせて額の赤ラインを太くした。またエアダクトが新設されたことにより口元のデザインも変更。赤ラインが太くなったデザインは1988年まで使われたが、1989年より再び細いラインに戻された。1987年に ベースとなる、冒体が、ラパイドから変更されたためデザインを小変更したが、初戦となる、日本 GP だけは、シールド下のデザインが異なっている。ベストセラー商品ならではの試行錯誤が伺える。また、頭頂部の赤いラインが、イベントによって、別の色となる場合があった。なお、1987年に全日本250、 CC クラスチャンピオンを獲得したホンダワークスの清水、正宏は平のデザインをアレンジしたようなヘルメットをかぶっていた。ありがとうございます。